西野千秋です。その表上ではなんか結構なんかムードメーカーだねみたいな風に言われるけど、これ大丈夫なの大丈夫なのこれどうなのって心配性、心配性、おせっかい、やばいやつやばいやつです。おお、気をつけてる。千秋が上だって千秋がこれ全部真ん中でおお弁当があるのさ。なるほど、エビグリル野菜。みんなラーメン食べよう。スモークサーモンクリームチーズ。なんか多くない？これ全部違う違う、あ、びっくりしよう。なんか空気感が好き。たわいもない話とか楽屋とかでしてる時のなんかほっこりしてる感じがめっちゃ好き。白キャンの大人数での行動本当に苦手で、なんかこの7人でやってるグループが言うのもあれだけど、だからかもしれない。なんかここでやってる自由なところが好き。に入ってからコールができないとか、みんな見るになったんですよ。その時にパフォーマンスの低さになんじゃこりゃ、そっからですよ。ちゃんと言おう、これは言わなきゃやばいと思って言うようになったけど、今それもあっていろいろな壁にぶつかってる。完璧主義だったり結構真面目で、なんか最近自分でその性格が分かったんですけど、その振りのズレ、ちょっとしたなんかグーかパーとかっていうのもめっちゃ気になるし、なんかみんな言わないから、そういう思ったこととかをなかなか言わない子たちが揃ってるから、シロキャンって直さないままずっとここまでやるってなったら、どんどんね、こんな何年も何年も、今回6周年なのに、6周年でもうグダグダライブずっとやってますみたいななったらすごい嫌だから、嫌われてもいいやっていう覚悟でもう全部言ってる。なんかイラつかせちゃうんじゃないかと思って、だけど言わないと、いろいろ頭の中でこうかもしれない、こうかもしれないっていうのが頭の中でぐちゃぐちゃになってぶっ壊れちゃうんですよね。あ、いいね、揺れないで。私が怒ったりとかすることが本当ダメなところなんですけど、すごい苦手で、でも千秋がそこを本当に担ってくれてて、自分言葉がきつくなるっていうダメなところが、それもだし、ダメなところが多すぎるし、ちょっと空気悪くなったりとかっていうのがたまにあるから、あーやっちゃったって思って勝手に自分で落ち込んでてしてます。一回頭の中で考えて、あと途中でニコってしたりとか、みんな結構いっぱいいっぱいになっちゃってたけど、千秋かな、ライブ前、まあ間違えちゃってもみんなで楽しもう、お客さんが一番不安に思ってると思うから、不安にさせないように、真面目って思ってなかったのにな。みんなお手手出してくれ、もうあと1分。
嫌ってなっても結局辞めずに戻ってこれるのってもうここが自分の結局戻る最終的に戻る場所だから。皆さん盛り上がっていけますか？イエーイ。このメンバーだから頑張ろうって自分を思わせてくれるような存在。